食べられないものから死んでいく。社長はうるさい、黙って24時間無休で働き続けろよと、ブラック企業も真っ青な状況こそが命を削る断食消食になります。はい、日本の人の層、燃えるとこ、ミスタトビです。お願いします。はい、今回からのじゃじゃん、メガビタミン総称1、命を削る断食消食について解説したいと思います。断食消食は悪魔的にヤバい効果ばかり。早速の早速ですが、本書の結論は、断食は命を削るだけです。絶対にやめましょう。つまり断食は悪魔へ命を差し出すように、一瞬の効果は得れますが、持続性のあるものではなく、結果的に残るのは削られた寿命です。今回はそんな悪魔的にやばい断食について詳しく話していきます。このチャンネルをいつも見てくれている方は大丈夫だと思いますが、食べることを断つことほど怖いものはないと思います。つまり食べるありがたさイコール栄養のありがたさを再認識していただける動画になります。またメガビタミン分子栄養学的な見解も踏まえながら解説していきたいと思います。今回は1つ目に断食ファスティングのメリットについて、2つ目なぜ命を削るのか、生きるイコール動的平均について、3つ目食べられないものから死んでいくについて話していきたいと思います。それでも断食を続けますか？それではどうぞ。断食ファスティングのメリット、まずここで言う断食の定義ですが、2、3日以上何も食べていない状態、または体脂肪で男性だと 10% 以下、女性だと 17% 以下の人が1日800カロリー未満の消食状態を断食とさせていただきます。物事には必ずメリットデメリットがあるように、断食にももちろんあります。しかし世の中にはメリットの部分だけ切り取って、さもデメリットがないかのような誇大な広告になることがあります。これはタピ自身も気をつけなければいけないと思い、以前に16時間断食の動画を投稿しましたが、食べなければ食べないほどいいみたいな間違った認識になっていないか反省しました。そこでまずは断食のメリットを話していき、次にデメリットを話し、最後にタピ的な意見も交えて話していきたいと思います。そしてこの動画の目的は、断食消食について今一度考えるきっかけになることを目指しています。ではメリットから話していきます。断食の代表的なメリットとして、痩せる、病気が治る、宿便が取れるなどがあります。まず痩せるについてですが、断食でこの効果を期待するのは正解です。間違いなく速攻で痩せることが可能です。しかし脂肪だけではなく筋肉も激減します。断食後に衰えた筋肉はそう簡単には戻らず、脂肪だけ激増する状態になります。実は著者の小西先生も約30年間断食菜食主義を過去に実践しており、周りの断食仲間は終了後確実に激太りしていったそうです。またアトピーなどの病気が治るとも言われます。これ正確には治るではなく、一時的に栄養が濃ず免疫系の機能が低下し収まっているだけで、断食をやめて食べ始めるとすぐに症状は戻ってしまいます。即効性という部分では薬と似ていて、やめたくてもやめれない依存状態の状況が生まれます。しっかりと根本から病気を治していくには、栄養素を体に与えるしかありません。そして宿便が取れるという効果もよく挙げられていて、あまり聞き慣れない宿便という言葉ですが、何かというと胃や腸の処理能力を超えて溜まった排泄物になります。これを断食で出すことで病気や不調を改善するというものです。本書では実際に断食を始めていくと、この宿便と呼ばれる排泄物が毎日のように出てくるらしいです。確かにこれも便が出るは正しくて、しかしその正体は腸に栄養が来ずに死滅した腸内細菌になります。
皆さんの体内には腸内細菌が 2,3 キロ生息していると言われていて、1回の排便はだいたい 2,300 グラムになります。食事中の方すいません。つまり腸内細菌が死滅すると10回ぐらいは便として出る計算になります。この状態のことを毒が抜けたと言いますが、結論、ただ腸内細菌が死滅しているだけです。これで病気が治るなんて多分見てくれてる人は当たり前やんと感じたと思いますが、実際に誇張した情報で信じる人が存在します。一度ここまでまとめると、断食のメリットは痩せるにしろ病気にしろ即効性になります。しかしその効果はまさしく見かけ倒しにしか過ぎません。そんな見かけ倒しの効果に対しての代償は命になります。まさしく悪魔的ですよね。そして次はなぜデメリットの命を削るかについて詳しく話していきます。なぜ命を削るのか、生きるイコール動的平均について、皆さんは生命とは何か、生きるとは何かなどを考えたことがありますか？タピは哲学的なところは分かりませんが、むっちゃ賢い科学者の人が生きるとは何かについてを定義すると、タンパク質の動的平均と言われます。これ何かというと、人間は水分を除いて半分はタンパク質でできています。例えば肝臓だと1ヶ月で 90% の細胞が入れ替わります。でも今肝臓の細胞壊れてるなって思ったことないじゃないですか。その分解と合成が一糸乱れるスムーズに行われていることを動的平均と言い、生きている状態というのは常にタンパク質を壊し作りを繰り返しているので、生きるイコールタンパク質の動的平均と偉い科学者は定義しました。なんとなく分かりましたか？タピ的に会社や企業のイメージです。どういうことかというと、皆さんが会社で体内の各組織が社員になり、絶え間なく入社や退職といった社員は内側で入れ替わってはいますが、外側から見ても会社はそのままじゃないですか。つまり体も会社も生きるためにはスムーズな入れ替わり、新しいタンパク質が必要になります。前置きが長くなりましたが、断食や消食の状態がどういう風になっているかというと、分解と合成のバランスが分解寄りになってしまい、また食事がないと分解だけになります。この状態こそが悪魔に命を差し出すのと同じです。だけど人体はよくできていて、タンパク質を分解しリサイクルした収縮アミノと呼ばれる中古で新しい体の組織を作ってくれます。しかし中古の部品には糖やミネラルなどの異物がついているので、新品の組織は正常に機能せず、免疫力の低下やだるさや老化につながります。そして食事が来ないと筋肉だけではなく爪や髪、臓器や血管などの組織を壊して古いアミノ酸を作ってまた別の組織へ使われます。もうこれ各組織で生きるために栄養素の奪い合いになっていて、どんどん命を削ります。会社で例えると、どんどん社員が退職し始めて新入社員が入ってこないから、各部署から社員の奪い合いを始めます。もうこれ世紀末状態です。社員は、社長、新しい社員を入れてください、もう仕事が回りませんと悲鳴を上げて訴えても、社長はうるさい、黙って24時間無休で働き続けろよとブラック企業も真っ青な状況こそが命を削る断食消食になります。ただでさえ厚生労働省の定めるバランスのいい食事でも栄養欠乏で不調が多発しているのに、断食消食はただ体を蝕んでいっているだけです。皆さんは痩せるために生まれてきたわけではありません。幸せになるために生まれてきたはずです。栄養もないのに断食や薬で病気や不調が治ることは絶対にありません。根本から元気にしていくには必ず高タンパク、ビタミンの栄養素が必要になります。
もっと安全で楽で効果的な方法があるはずです。ぜひ今一度断食や少食について考えてほしいです。食べられないものから死んでいく断食や無理な食べないダイエットは続けられない、できないという方がいますが、それは大正解の反応になります。できないというよりやる必要がないからです。だから体はできないようになっています。そして悪循環なことに、胃腸が弱い人ほど断食や少食にのめり込みます。それは栄養を吸収する腸や消化酵素がタンパク質でできているので不足しているだけです。いち早く体に栄養素を届けることが必要になります。食欲は必要だからあるのであり、苦しめるためにあるものではありません。そして徐々に食べれるようになってきたら、分子栄養学を通じて高タンパク、メガビタミンを実践していけば、皆さんの体はこれまでにない元気で活力のある状態になると約束します。最後に生まれたての小鳥をイメージしてほしいです。どういうことかというと、小鳥たちは大きな口を開けて一心不乱に親鳥からの餌を求め続けています。つまり食欲は生きる力です。人間も同様に食べられないものから死んでいきます。食べたい食べたいという心の内側からの声は、生きたい健康になりたいという心の欲求です。断食少食になれるというのは生命力が枯れ始めているところです。絶対に絶対にそうなってはいけません。皆さんの1分1秒大事な命を悪魔に差し出してはダメです。小西先生は言います。大事なことはあなたができるかどうかです。命をかけてまでやる必要があるかどうかです。どうかみんなが元気になりますように。それでは日本のお二人さん、参りましょう。はい、次回はこの本、メガビタミン総書2、食べて治す過食症砂糖中毒過食嘔吐について解説したいと思います。実際本書でも過食症の方が紹介されていて、結構深刻に悩んでいるのをタピは初めて知りました。その改善策としてメガビタミン分子栄養学を使って解決した事例が紹介されているので、次回は具体的な改善策について話していきたいと思います。それではチャンネル登録して合わせてください。